今回は、コモン、アンコモン縛りで、赤字役に到達できたから、ガチデッキの面白い試合を選んできたよ。この悪魔で描いた通り。今か、一人。諸葛星に伏兵向かってきてそうなことに気づいたから、集合を合わせに行くよ。わかるよな。頭を丸めねば。打ち抜く。今か。今か。なんて無礼な。強い人は来すべき部隊を選んで消してくるから簡単に取れそうにないな。候補機に内乱止めさせるか内乱取るかのどっちかの策を知りたかったけど実感厳しそう。こんなもんだ。
頭は冷えた。らっしゃい。伝授から再起をしたかったけど無理そう。早めに再起しとけばよかったかも。あとは気合で守るしかあらへんね。天に登れ。ギリギリ。今回はもう1試合少し前の試合やけど面白いのを選んだよ。この試合も、やけど、相手の消耗を狙って内乱をちらつかせるのは、上手い人には通用しなさそうやね。今後の修正点が見つかったわ。
長の武勇を知れ。トンチしろ、トンチしろ。突っ込むぜ。孫悟の主として国を乱す者を撃つ。残り時間から今相手の打ちたい計略は今月へのはずやからなるべく広がりたいところ。こんなもんだ。
足が速いな。消えるわけには。ご視聴ありがとうございました。キウチスペースの攻防は三国志大戦ならではの面白みが強いと感じ取るよ。